さん、こんにちは。7月2日に阿賀野宿市とじゃがいも街道祭りを開催しました。阿賀野宿市では古民家の前で自家製のジャムやパン、野菜などが地元の方々によって販売されました。地元野菜などを使った軽食やカフェギャラリーもあり、古民家街道の散策も兼ねて訪れた方は楽しい時間を過ごされました。またじゃがいも街道祭りではじゃがいも収穫体験、じゃがいも料理の試食販売が行われました。すげえ投げ、でもう反応しない、まあ、特に山間地域はジャガイモで今盛り上がってますので、ぜひ我々反応市民がまずは反応のジャガイモがうまいなっていうのを持ってもらえばありがたいと思います。ぜひみんなでジャガイモを盛り上げてください。お願いします。反応納涼花火大会を開催します。涼やかな川のせせらぎを聞きながら約500発の花火が楽しめます。天覧山の山頂から眺める花火もおすすめです。日時は8月1日土曜日19時30分から20時30分までです。雨天増水の場合は中止になります。開催場所は飯能河原です。注意事項は、会場には駐車場がありませんので電車バスをご利用ください。前日は準備のため飯能河原の一部が使用できません。8月1日土曜日は午後5時で飯能河原を閉鎖します。川遊び、バーベキューをしている方は午後5時までに退去していただきますようご協力をお願いいたします。ウッドデッキでの観覧場所ではおタバコなどの火器の使用は禁止されています。大会開催に伴い交通規制へのご協力をお願いいたします。お問い合わせは飯能市観光協会、電話980-5051へお願いします。花火大会と同日にエコツアーの飯能河原の花火大会を楽しむを開催します。入間川の涼風に吹かれ夜空に上がる花火と地元食材を使ったお食事や飯能の B 級グルメ味噌漬けまんじゅうを楽しみましょう。日時は8月1日土曜日17時30分から20時45分までです。集合は飯能駅北口です。定員は15人で、費用は大人2500円、小学生以下2000円です。持ち物は飲み物、雨具、虫除けなどです。お問い合わせはエコツーリズム活動市民の会事務局、電話973-2123へお願いします。ちびっこ金魚すくい大会のお知らせです。日時は8月1日土曜日13時から15時までです。雨天増水の場合は中止になります。会場は飯能河原です。対象は3歳以上小学生以下で、参加費は100円です。持ち物は網と金魚を入れる容器です。網の柄の長さは50センチ以下のものを使用してください。たくさんの方のご参加をお待ちしています。お問い合わせは飯能市観光協会、電話
0980505051へお願いします。三杉台児童館からのお知らせです。7月22日水曜日から三杉台児童館夏休みフェスタが開催されます。第1部鑑賞の部は夏休み子ども映画会、お話グランマスペシャル、人形劇団赤パンツの公演です。人形劇団の公演は整理券が必要になりますので、三杉台児童館または児童センターなどへお問い合わせください。第2部体験の部は陶芸教室、水彩画、科学遊び、レザークラフト、サイエンスアカデミー、木工教室、キッズ体操などです。すべてお申し込みが必要になります。電話で三杉台児童館へお申し込みください。第3部祭りの部は8月21日金曜日10時から12時まで三杉台児童館で夏祭りを開催します。楽しい遊びが盛りだくさんですので、ぜひお越しください。第4部ボランティアの部は、窓口の受付や夏祭りのボランティアをしてくれる高校生以下の方を募集しています。興味のある方は期間内に電話で三杉台児童館へお申し込みください。幼児が参加する催し物は必ず保護者が同伴してください。また兄弟姉妹を除き連名でのお申し込みはできません。三杉台児童館でワクワクな夏休みを過ごしましょう。お申し込みお問い合わせは三杉台児童館電話971-5500へお願いします。産業振興課からのお知らせです。第2回飯能ご当地検定を開催します。このご当地検定は飯能市の魅力を再発見して愛着を深めるとともに、おもてなしの観光案内ができる街中案内人の育成を目的としています。日時は8月29日土曜日10時45分からです。会場は飯能市市民活動センター多目的ホールです。出題数配点は全100問1問1点で100点満点です。出題範囲は飯能市に関すること全般です。認定基準は点数に応じて級を認定します。申し込み方法は飯能市ホームページの申し込みフォーム、または産業振興課へ直接提出、郵送、電話、ファックス、メールでお願いします。お申し込みは7月31日金曜日必着です。お問い合わせは産業振興課電話986-5083へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所秘書広報課でした。